皆さんこんにちは、イシスです。ご視聴いただいてありがとうございます。今回は去年ご紹介しました植え替えをしたブーゲンビリアの現在の様子をご紹介します。現在の開花の様子は4分咲き、5分咲き、6分咲きぐらいの程度です。今年も春先から気温がすごく高くて5月ぐらいから花芽をつき始めてます。現在育てているブーゲンビリアは4つ苗があるんですけれども、開花の状態がバラバラです。それで4分咲き、5分咲き、6分咲きの状態です。今回の動画では去年ご紹介した植え替えの時の様子の映像と一緒に交えながらご紹介します。そしてそれ以前に花壇から抜き取ったブーゲンビリアを植木鉢に植え替える時に「痛いやめて」と言われたと私が動画でご紹介しているんですけれども、そのブーゲンビリアの状態の様子もご紹介したいと思います。まずはこちらの苗からご紹介します。こちらの苗は以前の動画で植え替えの時にご紹介しました苗です。白い台に乗っているものが現在開花中の苗になります。コンパクトに切り詰めたつもりなんですけれども、成長してみると現在のように枝がすごく伸びています。1月か2月ぐらいに一度もう少し切り詰めたらもっとコンパクトになってたかもしれないんですけれども、現在とても元気に育ってくれているのでひとまず満足しています。今年の秋にはまたいろいろ剪定をしたいと思ってます。4月ぐらいに植木鉢の土を少し掘り返して油かすを与えています。そして現在は肥料代わりに甘酒やヨーグルトを水で溶かして与えています。以前の動画でご紹介しているんですけれども、私は納豆やヨーグルトを溶かして植物に与えてました。またそのようなお話は改めて違う動画でご紹介したいなと思ってます。次にご紹介する苗はこちらになります。一緒に植え替えをしています。よりコンパクトに剪定をしたつもりなんですけれども、それでもこんなに枝が伸びています。こちらは開花が少し遅くてほとんど花が咲いていない状態なんですけれども、花芽がたくさんついている状態です。ですのでこれからもっとお花が増えていくと思います。コンパクトに仕立てたつもりなんですけれども、こんなにも枝が伸びたので今年もしかしたらもっと小さめの植木鉢に植え替えて盆栽みたいに樹形を整えていこうかなと考えています。現在も新しい枝がたくさん伸びてます。ブーゲンビリアはバラみたいにシュートが伸びてくるので、適度に切り詰めながらコンパクトに樹形を整えていきたいと思ってます。ご紹介した2つの苗は私がセメントで作った植木鉢に植えているんですけれども、とてもセメントのアルカリ気質とブーゲンビリアは相性がいいみたいで、ご覧のようにすごく枝が伸びてます。去年の10月に剪定と植え替えを済ませています。現在このようにたくさん枝を長く伸ばしているんですけれども、こちらの映像が先ほどの苗になります。剪定を済ませる前の状態です。そしてこちらの映像が剪定を済ませた後の様子です。私のところは午前中しか日光が当たらないので、太陽が当たる方向に枝と葉っぱが密集している状態です。こんなにもコンパクトに剪定したんですけれども、わずか数ヶ月でこんなにも枝が伸びてます。そして現在たくさんの花芽をつけてくれているこちらの苗なんですけれども、去年の様子がこちらになります。そしてこちらが剪定をしてこのような状態で管理をしていました。途中から一番日当たりの良い場所の玄関に移してます。私のところでは冬にブーゲンビリアの葉っぱが完全に落ちてしまいました。そして春先からこのように新芽がたくさん出てきました。次にご紹介する苗になります。こちらは最初花壇に植えていたんですけれども、2020年の年末に花壇から抜き取って植木鉢に植え替えようとした時に、こちらの苗ともう一つの苗が私に痛い、やめてと私に訴えかけてきた苗になります。すごく寒い日で12月の31日か30日だったんだと思うんですけれども、その時に私が無理やり掘り起こして抜き取ろうとした時に、 こちらのブーゲンビリアが私に痛いからやめてくれと訴えてきた苗になります。私はブーゲンビリアだけではなくて他の植物の意識っていうか気持ちを聞いたことがあります。そのようなお話を庭作りの方でしていこうと思っていたんですけれども、なかなかしづらかったので三角とおにぎりシリーズでしたいなと思ってます。少しだけお話をすると、植物は私たち人間と同じように痛いとか寒いとかそういった気持ちを持ってます。私たち人間よりもすごく繊細な意識を持っている存在たちです。こちらの映像は花壇から抜き取ってこちらの植木鉢に植え替えた様子です。こちらの植木鉢から先ほどのテラコッタの植木鉢に他のブーゲンビリアと一緒に植え替えをしています。こちらの映像は去年の植え替えの時の映像なんですけれども、他にもブーゲンビリアの動画を作っていたので、こちらをこちらの動画をご紹介するのはやめていました。植え替えをしてから少し剪定を施しています。そしてこちらの2つの苗は東側の窓側に設置していました。こちらの映像が植え替えと剪定をした直後の映像になります。少し花芽をつけているんですけれども、10月の様子です。苗自体があまりしっかりしていなかったので、剪定は控えめにして枝数をできるだけ残して、アルミワイヤーで枝の方向を整えています。アルミワイヤーを使って誘引しています。ブーゲンビリアの枝が伸びてきたら、フラワーボックスに枝を沿わせてアレンジしていきたいなと考えています。こちらの映像は今年の4月になります。4月時点で直射日光が午前中の 2,3 時間程度になっています。少しずつですが芽吹いている状態です。花壇から無理やり抜き取ってしまったので、少しその時に根っこを傷めてしまったんだろうと思うんですけれども、そのせいかこちらの2つの苗の成長はやはりゆっくりな感じがしています。現在の様子です。先ほどの頼りない枝だった苗がこんなにも咲いてくれています。まだ左側の苗の方は成長が今一つなんですけれども、これからもっと成長していくと思います。2つの苗はこの場所で窓側に這わせるような形で、これから枝を伸ばしていきたいなと思っています。去年まではこちらの窓際にはペチュニアとゼラニウムをいつも飾っていたんですけれども、今年からはこのようにブーゲンビリアやルリ祭りなどを新しくアレンジしています。ペチュニアも大好きで華やかなんですけれども、ブーゲンビリアがちょっとあるだけですごくこの場所が華やかになっています。今回の動画では現在私が育てているブーゲンビリア4つの苗の状態をご紹介しました。ブーゲンビリアは南国の植物で、直射日光が大好きな植物です。私のところは決して日当たりがよくありません。春先の4月ぐらいまでは直射日光が 2,3 時間です。そして秋の10月から翌年の2月ぐらいまでは2時間程度ぐらいしか直射日光が当たらないです。植物にとってはあまり良くない場所なんですけれども、前回ご紹介した果物の桃が実ったり、そして今回ご紹介しているブーゲンビリアがきれいに花芽をつけています。それぞれのブーゲンビリアの成長具合は個性があるのでまちまちなんですけれども、なんとか無事に成長しているので満足しています。次回の動画でもブーゲンビリアをご紹介する予定をしています。その時にこちらの苗を私なりに夏剪定をしたいと思っています。現在花芽がたくさんついているんですけれども、なぜか間延びしているような状態に見えるので、少し切り詰めたいなと思います。他にも私がブーゲンビリアを育てていて、植え替えの時注意した方がいい点や、そして剪定、そして誘引など、私の実体験で経験したこと、感じたことなどのお話を次回の動画ではしたいなと思います。興味がある方は是非ご覧ください。ご視聴いただいてありがとうございます。